マクラーレン MP4-6 は、マクラーレンが1991年の F1、世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカー。チーフデザイナーのニール・オートレートエアロダイナミストのアンリ・デュランが設計した、ホンダ V12 エンジンを使用した最初のマクラーレン車である。1991年の開幕戦から最終戦まで実戦投入され、 1992年は第2戦まで MP46 バイトが使用された。ホンダは F1 第1期活動以来となる V12 エンジンを開発。ゲルハルトベルガーによりオフシーズンからテストされたが前年の V10 エンジンに比べてアンダーパワーであった。アイルトンセナはプレシーズンテストにてエンジンの問題解決に取り組んだ。低回転時のトルク発生を 最適化するため、第11戦ベルギー GP から、可変吸気艦長システムを採用した。MP4、6は、H パターンのマニュアルギアボックスを採用していた。このシーズンにセミオートマチックを採用していたのは、フェラーリとウィリアムズだけであったが、この年のハンガリー GP のフリー走行で、セミオートマチックが試された。このギアボックスは1992年のマシンである。 MP4-7A で実戦投入された。V10 から v 1 2へのスイッチ及び燃料タンクの大型化により、ホイールベースは 40mm 長くなった。課題の空力面は、ライバルのフェラーリから加入したアンリ・デュランが担当した、ためフェラーリに似通ったものとなった。フロントサスペンションは、MP4-4 以来のプルロッド式からフェラーリとよく似た。 プッシュロッド式に変更され、スプリング、ダンパーユニットをモノコック状に水平に設置することでノーズを細くすることができた。サイドポンツーンもフェラーリと似た高く丸みを帯びたデザインに変更された。アンリ・デュランによって空力面はある程度改善されたが、シーズン前のシャシーの研究開発は順調とは言えなかった。また、空力も彼が関わっていた。 フェラーリ642のデザインが色濃く反映しており、チームによる研究が進んでいるとは言えなかったが、シーズン中の開発で何とか、ウィリアムズに対抗した。それに対して、ウィリアムズは、エイドリアン・ニューウェイという天才がいたものの、チームで空力やシャシーに関する研究を進めており、その結果が現れつつあった。1991年モナコ GP にて MP4。 6をカル・アイルトンセナ・ゲルハルトベルガーがドライブした MP4、6アイルトンセナはアメリカ GP、ブラジル GP、サンマリノ GP、モナコ GP の4レースで開幕4位連勝を記録した。しかしシーズン序盤のマクラーレンの連勝はライバルだったウィリアムズ FW14 の信頼性不足によるものでモナコ GP を境に FW14 トルノ V10 エンジンのパッケージが優れた性能を発揮した。シーズンを通してマクラーレンは表彰台の常連であったが、セナはホンダにエンジンの改良を要求するとともに、チームに対してもシャシーの大幅な改良を要求した。この要求に対して、ホンダは V12 エンジンの継続的なアップデートで応えた。オートレンも様々な改良を加え、特に、 サイドポッドとウィングを中心とした変更が加えられた。また、ハンガリー GP ではシーズン中にもかかわらず、1 6ラムもの軽量化を実現したシャシーをセナのレースカーとして投入した。マクラーレンはウィリアムズに猛追され、一時はコンストラクターズのトップの座を奪われたが、ハンガリー GP とベルギー GP でのマシントラブル、ポルトガル GP のピットストップのミスで、 ウィリアムズが勝利できなかったことが影響し、マクラーレンは4年連続のコンストラクターズチャンピオンとなった。セナはナイジェル・マンセルの挑戦を尻避け、3度目のドライバーズタイトルを獲得した。ノーズ先端には、スポンサーの週刊少年ジャンプのロゴがある、ホンダ RA121EV12、エンジンマクラーレン MP4、6バイトは前年の MP4。 6に紹介量を加えたモデルであり、1992年シーズンの開幕戦南アフリカ GP から投入された。マクラーレンは序盤参戦をこの MP46 バイトで戦い、ヨーロッパラウンドが始まる第4戦スペイン GP から入社 C の MP47A を投入する予定だった。しかし、ライバルである。 ウィリアムズ FW14 バイトの2連勝の前に刃が立たず予定を早めて第3戦ブラジル GP より MP4-7A にスイッチした。オニキスのミニカーがタミヤパッケージでセナベルガーの両タイプをリリースした。それぞれマクラレンロゴとタバコ広告禁止時のストロボマークの2タイプがあった。ミニチャンプスがセナの没後に展開した。 アイルトンセナコレクションの中の一台としてリリースし、以降、ベルガー仕様や、ドイツ GP 仕様などのバリエーション違いを展開した。セナ没後10年に開催された、アイルトンセナ店にて販売された。91年ブラジル GP 仕様は一部ショップと、会場限定とあって人気が高い。スタッツ F1 マクラレン MP4-6、statsf1.com。St 2010年8月23日閲覧。ありがとうございます。